A.C. ガーディアンが11日、日本と韓国を比較した。今月のワールドカップ、W 杯、北中米大会アジア最終予選の2試合を終えた評価で、日本は綺麗で青い海を航海中だが、韓国はやゆの嵐の中にいると報じた。順位表、W 杯アジア最終予選、同志は日本を好調のマンチェスターシティに例え、韓国は低迷中のマンチェスターユナイテッドと表現した。 単純にユニフォームの色、マンチェスター C は青、マンチェスター U は赤、だけではない。今月の2試合で韓国は主要選手が決定的な瞬間に結果を残したが、日本は油を刺した精密機械のような勝利マシンだと表現した。さらに、韓国は何人かのスタープレイヤーへの依存性が高い。日本はどの選手が出てもスタイルが変わらず、残り10試合で全勝しても不思議ではないと続けた。